ワー学担当の坂本です。それでは今回は気体の製法と性質編ということで、まずは気体の製法。気体がえと作られる時の、まあ、化学反応が進む理由ですかね。その化学反応の分類について、4パターン大きく分けられるかなと思いますので、その4パターンっていうのをえ皆さんに講義をしながら、ちょっと、ねえー、これですね、定義していきたいなと、提案していきたいなと思います。 で、この4パターンの中で、えっ、ー、と、まあ、一応分類する反応のパターンというのが、えー、弱酸や弱塩基の有利反応というパターンで1つ。で、2つ目。二つ目が、えー、気発性の酸が、えー、と有利する、生成する反応ということで2つ目。3つ目は酸化還元反応で、えー、考えられるグループと、えー、4つ目は分解反応という反応ですね。で、えっ、ー、と、 この分類できるということで、4パターンですかね。うん。にざっくり分けられるといった形で覚えていくといいんじゃないかなと思います。これは、化学反応が進むその理由というのが、4つの大体型に分類できると、うん。えー、その化学反応式って、いちいち覚えていかなきゃいけないのかっていうと、うん。そのまあグループ化をすることによって、ある程度似たりよったりの物質同士の反応で、 結果がですね、想像しやすく、えー、となったりするので、えー、ぜひですね、まあ、グループで、えー、とどんな、まあ、物質で、えーとまあ、結果がどのような格好になるのかということですね、を、えーとまあ、想像しやすくするために、まあ、みんなに、うん、解釈の一つとして、ねえー、とお届けできればいいなと思ってますので、まずはグループ化の話について、えー、進めていこうかなと思います。 では、まず一つ目が、弱酸や弱塩基の有利反応というね、えっ、ー、と、反応についてです。うん。はい。えー、こちらはですね、反応の型があって、弱酸の塩、最初は弱塩基の塩が、その、はい、強酸、その酸よりも強い酸や、その塩基よりも強い塩基に出会うと、はい。えー、こちらですね、強酸から H プラスを押し付けられるとか、強塩基から OH マイナスを押し付けられるといった、 格好で、弱酸、弱塩基が生成、有利するって言いますね。えそれから、あとは余り物、強酸の円と、それから強塩基の円が、えっと、生成するといったような格好です。うん。うん、そうですね。えっ、ー、と、イメージで言うと、まあ、一応、えー、ドラえもんとかで言うこうね、ジャイアンが、まあ、すごい強いね。 えー、者みたいなイメージがありますけど、えー、そこにこう、のび太くんとか、えー、それから、まあ、スネおくんがいくらこうね、えっ、ー、と、立ち向かってきてもちょっと勝てないイメージありますよね。うん。えー、ジャイアンがこう、共産とか共演といイメージ。で、えー、リサイタルのこう、チケットとか、ないですかね。えー、を、えっ、ー、と、まあ、押し付けていく。弱者にって言ったらあれですけど、押し付けていく。そんなイメージで、えー、まずは、問題の中から、じゃ、元が弱酸の縁。 うん。元が弱酸である弱酸の塩って言いますが、え元が弱酸である物質と、それから強酸などをこう見つけていくというような、うん、格好でね、話を聞いてもらえればなと思います。で、いきます。まずは、えっ、ー、と、例題ですね。えっ、ー、と、炭酸カルシウムに塩酸を反応させるということで、はい。じゃここですね、見つけていきますよ。はい。まずは、ここ、ペロはい。えー、c a c o 3というのを見ると、この CO3 という部分。 はい。これは H2CO3 という弱酸がですね、塩になった。弱酸隠れてるみたいにね、思ってくれればいいですかね。と、この、はい。H2CO3 というこれ弱酸です。ね、弱酸の塩になっているものに、HCl、はい、というこれ、強酸ですよね。はい。で、強酸から弱酸の塩に向かって、 で、H プラスが押し付けられる。ね。したら、はい、えっ、ー、と、CaCO3 から H プラスが押し付けられると、H2CO3 が生成。はい、H2CO3 は水の中ですぐに分解してしまって、はい、えー、CO2 と HO、SO、に分かれていきます。ので、えー、CO2 で、はい、が生成する。で、あとは余り物。Ca と Cl が、えー、と、余り物同士で、 適当にくっつけて、円を作って、CACL2 ということで、これはね、CO2 がえっと発生する。うん。弱酸有利反応という観点で見てみると、まあ、弱酸の塩を見つけて、それから強酸見つけて、で、結果弱酸ができる。から、その弱酸に値する H2CO3 から、はい、えっと、分解して生じた CO2。CO2 の製法ということで、はい、実験史的な製法。うん。で、こちらが有名ですね。 はい。えー、さらにですね、弱酸有利反応を確認していってみたいなと思いますんで、ちょっと画面映します。はい。はい、じゃあいきます。えっ、ー、と、次はですね、硫化鉄と硫酸の反応。うん。はい、じゃあこっからですね、何が弱酸の縁なのか、そして何が強酸なのか、うん。ね、えー、ちょっと考えながら聞いてもらいたいなと思います。FES と HSO4。はい。これ。わかりましたか ?FES の方に、 h2s, 元がね、弱酸である h2s の、これ塩だと。ね、そうですね。はい、えー、それに h2sO4 というのが強酸でした。で、ここに、ね、h プラスを押し付けられるというような反応で、元のね、はい、えっ、ー、と、弱酸に戻って h2s。で、あとは余りもの fesO4。 ですね。はい。えー、こんな格好で反応が進んでいきます。はい。じゃあいいでしょうか。えー、次。3番目。アリューサンナトリウムに気粒酸の反応。はい。アリューサンナトリウムとは、NA、NA2、SO3。ですかね。から、硫酸は SSO。はい。こちら。はい。弱酸の塩見つけて、強酸見つけてください。こちら。NA2SO3 の SO3 が、 H2SO3 という、はい、弱酸なんですね。うん。で、弱酸の塩に、強酸。H プラスが押し付けられる。はい、ということで、はい、えー、これでですね、H2SO3 が生成するんですが、これはね、炭酸の時と同じ流れで、 HSO3 は水の中ですぐに分解してしまって、HO SO と SO2 が生成する。ということで、SO2 が生成するというのは反応になります。はい。ということで、あとは余り物の,の NA と SO4。あ,あって、NSSO4。はい。話の完成でした。はい。最後ですね、延期編ちょっと確認してみましょうか。はい。じゃあ、ちょっと画面映しますよ。はい。じゃあ、映していきましょう。はい。えー、ではですね、最後。 固体の水酸化カルシウムから固体の塩化アンモニウム。このですね、アンモニアが生成するっていう風に、まあネタバレしちゃいますけど、このですね、弱塩基有利反応といって、さっきの弱酸有利反応の塩基バージョンみたいなものだと思ってください。うん。で、これ生成するときに特にですね、うん、どちらも固体同士でこう反応させるので、必ず加熱が必要だっていう風に、有名な反応になるので、ちょっと頭の片隅にね、残しておいてください。 うん。あとでね、えっ、ー、と、実験器具とその絡めた時に、うん。この後、実験器具と絡めたね、説明もしますんで、えー、実験器具と絡めた時に、個体同士であるっていうのが、えー、ヒントになりますんで、えー、これ、あ、まう個体同士なんだな、ふーんーっ,って。今まではこう、溶液とね、うん、えっ、ー、と、物質を混ぜればよかったんですけど、個体同士である、有名な反応なので、ちょっとね、チェックしておいてね。さあ、あでは、塩化アンモニウムと、それから水酸化カルシウムでした。 はい、これ、塩基バージョンのね、えー、弱塩基有利反応でしたから、えー、弱塩基の塩湯から強塩基を見つけてください。さあ、皆さん大丈夫ですかはい。NH4CL の方に NH3 が隠されていた。はい、次はというと、c a o、e、2の方、 こちらはですね、共演器ですから OH、OH マイナスが NH4Cl の方に押し付けられるといった格好になります。ね。いいですかね。ですから、ここ OH マイナスを押し付けられて、NH4 プラスのですね、えっ、ー、と、プラス、えー、水素イオンと OH マイナス、これ合体して、まあ HO ができるという,うなイメージで考えてみてください。ただ H、H プラスが取れた NH4 プラスは NHA に変わる。 NH3。うん。はい。ということで、えっ、ー、と、NH3 が結果的に出てきた。そして、あとは余りの CA と CA で CA、CA2。はい。というふうに、カー反応の式をですね、立てることができます。OK ですかはい。ということで、えっ、ー、と、弱酸と弱塩基の有利反応ということで、うん。えー、最初ですね、このグループとして、えっ、ー、と、捉える、訓練するには、ちょっとですね、時間がね、えー、かかるかなというふうに思うんですけども、 弱酸有利反応や弱塩基有利反応。まずは弱酸や弱塩基の塩を見つけて、強酸強塩基を見つけて押し付けられる。と、結果どのような物質になる,なるのかっていうのをね、えー、この科学反応式の例の部分でもいいですから、はい、えー、反応が進む理由について答えられるのと、結果出てくる物質は、うんまあ、何なのかっていうのをですね、えー、かけるように練習しておくといいかなと思います。さあ、では二つ目のパターンに移りますよ。 はい、えー。ということで、二つ目のパターンは、揮、えー、発性の酸がね、えー、生成すると、えー、言ったような反応なんですけれども、はい。えー、こちらもですね、例を交えながら、えー、確認していきたいなと思いますので、はい。じゃあ皆さん画面映していきますね。はい。はい。他にも授業動画をアップロードしているので、他の分野、それから、えー、授業動画を見て、えー、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。ぜひ、学力向上に向けて、 みんなと一緒に頑張っていきたいなと思っておりますので、頑張って動画を見てください。